ルイス・ロドルフォ・アビナデル・コロナは、ドミニカ共和国のエコノミスト、実業家、政治家。2020年8月16日に、ドミニカ共和国の大統領に就任した。父方の姓は、アビナデールとも表記される。サントドミンゴ出身。サントドミンゴ技術大学で、経済学を専攻し、卒業後、米国のハルト・インターナショナル・ビジネス・スクールや、ハーバード大学。 ダートマス大学で財務や経営を学んだ。帰国後、兄の補正ラファエル・アビナデルコロナと共に不動産会社のアビナデルコロナビジネスグループを設立した。2005年にドミニカ革命党の副党首に選出される。2012年5月20日の大統領選挙にて、同党のイッポリトメヒーア元大統領が再選を目指して立候補した時アビナデルは副大統領候補として、 出馬したが、ドミニカ解放党のダニーロ・メディーナに敗れる。その後、2014年に現代革命党を創設し、2016年5月15日の総選挙では、自身が大統領候補として出馬するもメディーナに再度敗北する。2020年7月5日の総選挙にて、再び大統領に立候補する。選挙は当初5月17日に実施予定だったが、 ナインティ1 9の感染拡大の影響によりに、ヶ月延期された。選挙期間中、アビナデル自身がコロナウイルスに感染したが、公共事業、通信大臣で、与党 PLD 候補のゴンサロカスティージョラを抑え52.52% 52の票を得て当選し、16年ぶりに政権交代を実現させた。父親のホセラァエル・アビナデルワサフは、サンティアゴ州。 タンボリル出身の政治家で、財務大臣や上院議員を務めた。祖父のホセイス・アビナデル・イ・アビナデルは、レバノンからの移民である。母のロサスラコロナカバは、ラベガの出身。妻のラケル・アルバヘッソにもレバノン系人であり、夫妻には3人の娘が誕生している。ありがとうございます。